皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。相談をしたいというから話を聞いてアドバイスをしたら、アドバイスはいらないと、話だけ聞いてほしいんだって言って怒る人が時々いるんですけれども、まあそれだったら先に言えっていう話で、話を聞いてほしいんです、アドバイスはいらないんですって言えばいいっていうことだと思うんですね。これ結構あるあるなんですけど、これまあ特に男性と女性の違いみたいなところも多くて、まあ女性の場合はただ話を聞いてほしいと。でもそれ男性に言ったら多分 100% 男性は親切で多分アドバイスしてしまうと思うんですね。でもそれを、いや、そのアドバイスいらないんだよ、聞いてほしかっただけなんだよってことだったら、多分先に言わないとそれ、男性勘違いしてしまいますから、先に話だけ聞いてほしいと。アドバイスは一切いらないからっていうことは先に言っといた方がいいです。これまあ女性男性に限らない話ですけど、ただ話を聞いてほしいのか、アドバイスまで欲しいのかっていうことは、事前にその人が自ら言わないと、やっぱり親切心で、いや相談したいって言って、これどっちがいいかなとか言ったら、それは当然ね、親切心でアドバイスして、それは後から、いやアドバイスいらないんだよとか、聞いてくれるだけでいいんだよっていうのは、それはちょっと違うと思うので、それはね、初めに話を聞くだけにしてくれっていうのか、それかアドバイスまで欲しいのかっていうことは、話をする側が先に言えば、そういう揉め事がね、減るんじゃないかなと。あとはそもそもそのね、話を聞いてほしいって結構かったるいことなので、ただ話を聞いてほしいんだったら、例えばね、カウンセラーさんとかに話を聞いてもらうとか、ね、そういうなんか愚痴でも何でも聞いてくれるお店に行くとか、ね、お金を払って聞いてもらわないと、まあ友達であってもね、ただ話を聞くだけって結構面倒なことなので、まあもちろんそのめちゃくちゃ仲のいい人だったらね、分かって話を聞いてくれるって人はいると思いますけど、やっぱり付き合わされる側からするとね、結構迷惑な話で、というか聞くだけでいいと。お前は何も言うな、意見は言うな、アドバイスは言うなっていうのは結構むちゃくちゃなので、まあ初めにね、アドバイスがいるのかいらないのか、ただ聞いてほしいだけなのかっていうことは先に言ってからやれば、変な揉め事にならないんじゃないかというふうに思います。